あ、どうもどうも。先にサムネ回収しますね。小橋、忙しいですが、すいません、お休みいただいてて。でも、これから先は必ず週1回以上は、ミンゴル動画をアップします。すいませんでした、お休みいただいてて。そして、白猫動画から小橋のこと、白猫ゴルフから小橋のことを知った方、皆様、本当にごめんなさい。忙しさを理由に白猫ゴルフをもう全くやらなくなってしまいました。またいつかできるかわかんないですけど、一旦白猫ゴルフの動画配信は引退とさせていただきます。申し訳ございません。はい。で、開きました。まず MGC は2000名、ふむふむ。キャンペーンが あるなんだこのスーパーショットコンテスト。新コース、新ライジングやホーミングなどのミンゴル、そんなのあるの？何？ツイッターでやってん。いや全然回収できてないな現在減少、ラウンド内 BGM が再生できない。そこら辺見てみ、何から回収すればいいんだ本当。小橋はやったー、75位になれたー。明日の報酬が楽しみー。よいしょー。はい。っていったところで、何を回収すればいいんだ。はい。今、233万まで来ましたね。新コースは見てみたいけど、また今度やりましょう。MGC 見てみますかね。MGC は、はい。オーシャン、アクロ、ピュア、ノーザン、サバンナ、グランドロック来たぞ、これ。はい。グランドロック絶対難しいでしょうからね。チケット使いすぎはご注意かなって思いますね。はい。報酬を見てみて。あー、年末年始フェスか。うん、欲しいな。ね。まあ、もちろんね、2000以内入れたらいいんですけどね。今回も1万位までね、クラブの運アップの葉っぱがあるのでね。まあ、そこは目指してね、行きたいところでありますよね、皆さんね。うん。はい。で、続いて、何から行こうかな。ね。もう今度から、しっかりね、ラントナーのね、ランキングをまた発表していければと思いますが、前回はこんな感じでした。はい。小橋、運よく22アンダー取れて、161位っていうところですね。ごめんなさい、お名前はの読み上げは今回は割愛させていただきます。わー、ももさん771、なんか惜しいですね。はい。感じですかね。ゾロ目の方は今回はどうなんでしょう。下の方を見てなかったの、いらっしゃらなかったのかな。700位ちょうど。小橋賞もいないですかね。はい。700位とか500位とか。ピッタシ賞は多いですね。はい。っていう感じですね。さ、で、さあ、目標の250万までね、いけるのか、匠報酬を追加で発表していきたいですがね。そうそうそう。なんか毎日1回のウェアが出ましたね。これ必ず忘れないようにしないとですね。はい。んで、今回は、金河新年2023。インパクト。何これ ?23% アップって何 ?2023 ってこと。何これって何いいの雪に、まあ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 。他にもね、ウェアの、が出てくると思うんでね。ガンガン。行っちゃいましょう。
しますかね。うん、なんか新しいのが出ましたね。え？もうこれ出たの？早くね？出てたよな、確かに。まあいいや、まあいいや。んで、んで。さあ、ラリー頑張って、どのくらいの、あれが、いけたかな。7枚か。さあ、まあ、コイン変換でガンガン貯めていきましょうね。はい。おぉ、3枚分変換はでかい。ここは取っときましょう。で、たくみさんは、これね、音声ありにできるかどうかわかんないですが、この動画での最後にね、多分付け加えていきます。15枚溜まりましたね。15枚と、あとは、ラリーの報酬で、75位以内なので、25。15たす25で40枚分がね、回せるんでね。さあ、いくらコイン変換できるかなってところで、目標の250万までいけるかどうか。そして大切なのがこれですよね。年末年始フェス、ごめんなさい。これって第1弾、第2弾とかあんのかな？ありそくない。ああ、31日までか。ってことは、この、このフェスチケっていうのは、引き続きしばらく使えるのかな。あれ、書いてないか、いつまで使えるとか。ってことは、そういうことですよね。だから、チケットの使いすぎも注意ってことですよね。うん。まあ、今回、スリング系ですからね。インペリアル系も含めて。で、門松の名前は、マスター門松でしたね。ね、レジェンド門松の次なんだろうっていうと。さあ、初めて見ますよ、これ。406無風か、411無風か。じゃじゃーん。60アップってことは、411ヤード無風。うわお。欲しい。小走り。はい。アルティメットショット。3。小橋が持ってない間に3までできてるんですね。いやー、回したいけどな。どうしようかな。そうだ、そしてウェア見ましょう。ウェア、超プロフェッショナルの霊峰超幸運パッド。なるほど、超プロフェッショナル霊峰3が打てる。欲しいような、欲しいような、どうしよっかな。いや、マジで31日以降もさ、このフェスチケがあるって考えるとさ、使い方迷うよね。ごめんなさい、ミッションとかあんのかな？あ、めっちゃある。なるほどね。溜まってくのね。あ、カジュアルコンペはあと10日、10日以内にこんなにプレイすんの？なるほどね。なるほどね。やることいっぱいありますね。はい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 。まあ、コツコツこなしていきましょうね。いやー、どうしよっかな。どのくらい回すかだな。ね、皆さんどうしますかね。まあ、いいでしょう。ここは、なあ、コインいっぱいあるからチケット使っちゃいますかね。いや、ちょっと
ごめんなさい。ウェアは議論。で、このチケットをね、まずね、まだ貯まるってことで10枚使っちゃいましょう。じゃじゃんと。コイン変換は1個でしたね。さ、行っちゃえ。ユウやっちゃいなよ。さあ、プラチナ来たよ。はい。さあ、もう一丁プラチナ来たよ。はい。エンブレムボーム、ボール、初めて来ました。ふぅ。ああ。はい。もう一丁。コイン変換が2個のようで着実にコインの方は増えてますね。変換。変換。さあ、プラチナ。じゃじゃん。はい。もう一丁。じゃじゃん。そしてさらに、あ、違う、これはコイン変換。違うよ。新ギアか。はい。さあ、エンブレムボールが当たりました。エンブレム、神やな。あ、いつもか。エンブレムボール。はじめまして。ん？ほークラブ欲しいな。413サイドスピン、スピンチアップ、マスターピースかい。へえ。超ジャスト4。いや、何かこれ組み合わせでもいいから欲しいな。まあいいですね、欲しいな。ちょっと次のラリーで育てよう。まあもちろんクラブが当たったらいいですけどね。そうするとちょっと回したくなっちゃいますね。はい。まあまた大晦日まで回していきましょう。さあ、ごめんなさい。いろいろね、見たいところでありますがね。はい、っていうことでね、匠の報酬回していきましょうね。朝です。翌日ですね、現在。で、ツアーの報酬もね、ありました。はい、昇格したためですね。まあ、このフェースチケは取っときましょう。まあ、何よりもこの匠25枚っていうところがね、でかいですね。はい。さあ、238。おー、まんまで。来ました。あ、何かのクラブが運10まで来ましたね。ラッキーラッキー。はい、ガチャ行きまして。毎日の10連忘れずにやってくださいね。ウェアですね。さあ、チケットの報酬もあったので、これでチケットも回していきますか。うん。サクッとな。はい、コイン変換は2つですかね。もう一丁。おお、241万までいったよ。さあ、夢の250万突破すっかな。コイン変換3つ、いいですね。さあ、いよいよ匠さんですね。さっ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 さ、40枚あります。いきますよ。じゃじゃーん。うわー、出たー。これはやっちまったやつだぞ。じゃん。コイン変換0。新ギアがどんどん溜まっていくね。いやいや、プラチナも3つ出んでよ。うわー、いやー、前、乾燥時代が終わってからもね、
匠の変換率小走りはねかなり優秀だったんだけどね、ここ2回ぐらいやばいですね。はい、このコイン変換だけなんですよね実は。いやー、はい、今のところ10分の1でございます。やばい、巻き返せ巻き返せ、お巻き返したんじゃないか。いやー、でも2つか、まあ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 、5分の2だったらね優秀の方ですからね。ただその前のマイナス分がでかい。はい、今5分の2変換ですね。ってことで全部で15分の3。いやーお願いします。お、いった、やったやったやった。これで20分の6。なあ20分の6、なるほどですね。3分の1の計算としてもね、40分のだから最終まあ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 10、13、14は行きたいですね。ただ折り返し地点でまだ6。はい、あと5万増えるためにはあと9枚、9枚か。あと20分の9当てたら夢の25,000、じゃあ250万いく。いやー、さすがにないか、それは。いっきー、ザザーン、残念。1枚しか変換されません。まあ、新ギアならね、いいです。いずれ、カンストを目指してね。はい。おうおうおう。これが、現在7枚変換だったから、ここで、3つかな。うん。ってことで、30分の10。本当に3分の1やんけ。30分の10。さあ、行くぞー。いけ、いやーダメだ35分の11。頼む、最低2枚は、最低2枚はコイン変換されてくれ。ここはね、お願い。本当に最低の2枚。はい、ってことで40分の13枚変換されましたので、48,000コインか、うん、違うか、嘘です、7万8000コインです。いいですね。いや、見てください、250万が間近、小橋初の250万が間近です。さあ、そういう感じで、終わりました。次回も詳しい動画をお願いいたします。これでね、年内ねスリング系のフェスガチャ絶対やれそうですね。はい、ではまたよろしくお願いします。以上、小橋でした。バーイ。